こんにちは、ようこです。今日は8月の20日の金曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住むこのドイツのドルトムント市なんですけれども、現在朝の11時で気温が18度、朝からちょっと曇っていて肌寒いお天気になっています。でこのドルトムント市なんですけれども、ドルトムント市やまたこのデュッセルドルフ市、ケルン市なんですけれども、このノルドラインウェストファーレン州は今日からこのドライギーレーゲル、新しい感染症規制が適用されることになりました。これは感染者数が7日間指数が35を超える地域においては、この新しい感染症規制、ドライギーレーゲルが適用されるということなんですけれども、このドルトムント市もその規制の対象になったということなんですね。で、現在このドイツなんですけれども、全国的に感染者数が増えています。この理由なんですけれども、7月8月に学校が夏休みで、多くの人々が国内外に旅行したことで、多くの人々が移動する、またこの多くの人々同士の、この接触があったということで、感染が拡大したということなんですけれども、こういったことは事前に、このドイツ政府も想定していたということで、もうすでにこのドライギーレーゲルを導入することをね、ちょっと検討していたわけなんですね。でとうとう今日から、ドライギーレーゲル、この新しい感染症規制、3つのルールが導入されることになりました。もうとうとう導入されたかっていう感じなんですけども、というのも1週間前の8月の13日に私はデュッセルドルフ市の繁華街に行ってきたわけなんですね。で、そこは、この飲食店など、多くのお店が、立ち並ぶところなんですけども、夜、6時過ぎぐらいに訪れたんですけども、もう多くの、人で賑わっていたんですね。もう大通り沿い、またこの屋外のレストラン、屋内のレストランもそうなんですけども、ほとんどの人がマスクをつけていない状況で、で人と人との、距離、ソーシャルディスタンスもない状況で、もう密に、この人が集まっている状況があったんですね。でその時点では7日間指数は30.1 ということだったので、まだこの感染症規制は適用されていなかったんですけども、1週間後の、今日に至ってはこの7日間指数が 48.8 ということですので、とうとう、この、規制が導入されたということです。でそういうことで、このどういった規制かと言いましたら、ドライギーレーゲルンと言いまして、でこの3つの、このルールに、従っていなければ、ある、サービスにおいては利用できないということなんですね。で、この3つの、ルールというものなんですけれども、1つ目はこの新型コロナウイルス感染症の、ワクチンを受けている陰仏ということなんですね。で2つ目がゲネーゼンといって、この新型コロナウイルス感染症に、すでに、感染していて、体に抗体価を持っている方ということなんですね。でそれから、こちらの、このコロナのワクチンも打っていない、またコロナにも感染していない方で、私のような、人は、このコロナにかかっていないことを証明するために、コロナ検査を受けて、陰性証明書提示を、する必要があるということで、この3つを、満たしてどれかを満たしていなければ、あるサービスにおいては利用できないということなんですね。でどういったサービスかと言いましたら、例えば病院や、高齢者施設、障害者施設に、訪問する、お見舞いに行ったりする際には、これらのどれかを満たしていないといけないということなんですね。また教会の礼拝や、文化的イベントの参加においても、これらのどれかを満たしていないといけないということなんですね。でそれから、飲食店においては、店内を利用する際には必要であるということなんですけれども、店外、例えばテラス席においては、これには、該当しないということで、検査をしなくても利用できるということなんですね。でそれから、この身体的接触を、伴うようなサービス、例えば、この美容院とかマッサージ、またマニキュアサロンとかを、利用する際には、こういった証明書が必要であるということと、また室内でのスポーツ、例えばこのスイミングとかジムを利用する際にも証明書が必要であるということなんですね。でホテルの宿泊にあたってもこういったものが提示が必要になるということになっています。でそういうことなんですけれども、ですから例えば私が、この今日からなんですけれども、この美容院に行きたければ、事前に、この新型コロナウイルス感染症の、コロナの検査を受けて、陰性証明書を、お店で提示しなければ、この美容院を、利用することができないということなんですね。
で、まあ、そういうことで、でただ、まあ、この、まあ、ある一部のサービスに限ってはこういう規制がかかるんですけれども、例えば、まあ、このどうしても生命に必要な、まあ、サービス、例えば、まあ、スーパーマーケットで、まあ、この食品を買ったりとか、あとこの、薬局のでお買い物、またこの病院を受診する際には、まあ、こういった規制の、まあ、対象外になるということですので、まあ、私は検査の必要なく、まあ、こういったものを、まあ、利用できるということなんですね。まあ、ですから、まあ、どれぐらい、まあ、生活上、まあ、この支障があるかということなんですけれども、でこの、規制のこの実施が、まあ、今日から、まあ、8月の20日から実施されますが、まあ、期間は、まあ、9月の17日のとなっています。でただ、まあ、感染者数、この7日間指数が、まあ、35以下にならずにまださらに、まあ、増えている状況であれば、まあ、延長される可能性はあるんですけれども、現在のところは今日8月の20日から9月17日までの適用となっています。ということで、まあ、今日は私はちょっと街に出向いて街の様子を見ていきたいと思います。まあ、どういう、ね、まあ、変化があるかということを、ね、見ていきたいと思うんですけれども、でちなみにこの、まあ、ノルドラインウエストガー練習なんですけれども、まあ、昨日からもうこの学校は始まっているんですね。もう夏休みが終わって、まあ、子どもたちの学校が始まっているということなんですが、まあ、そういうこともあって、まあ、比較的、ね、街はちょっと落ち着いているかもしれないんですけれども、まあ、実際にまあ見に行って、まあ、皆様にまあその様子をお届けしたいと思いますので、引き続きどうぞご覧ください。前に見えるのがコロナの検査場になります。で私の自宅から歩いて5分のところにある検査場で、よくここを利用しています。現在私は理学療法を受けている、まあ、治療院の前にいるんですけれども、で私は数ヶ月前からちょっと肩を痛めていて、で、まあ、整形外科を受診したところ、まあ、この理学療法の治療が必要ということで、まあ、週に1回ほど、まあ、マッサージ的な治療を受けているんですね。で、まあ、こういった、まあ、ドライギーレーゲルンが適用になったので、まあ、このマッサージの治療を受ける前に、まあ、私はこの新型コロナの、まあ、コロナの検査の陰性証明書の提示が必要なんですかと、まあ、受付の方に確認をしたら、まあ、医学的処置であれば、まあ、必要がないということなんですね。でただしプライベートでの、まあ、このマッサージの処置であれば、まあ、コロナの検査の陰性証明書の提示、または、まあ、このワクチンを打ちました、でもしくは、まあ、すでにコロナに、まあ、感染して回復期にありますというような、まあ、証明書の提示が必要ということですけれども、まあ、私のように、まあ、医学的、まあ、治療の下で、まあ、マッサージを受ける場合には、まあ、そういった、ね、まあ、証明書の提示は必要ないということで、まあ、ほっとしました。前にある美容室は私が通う美容室です。でちょっとね聞いてみたいと思います。ハロー、ウィンゲセスイネグッド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 Biontech? Okay, and zweimal, yeah? Zweimal, yeah. And YSNZ, ab September, Deutschland started Doriten Instoff. Ja, das weiß ich nicht. Ich nehme an. Also, die werden, also die Ältere, ich bin also, ich werde 74. Okay. Und ich nehme an, die Älteren, die werden ein, dritten, also ein drittes Mal. Ja, ja, ja. Nehme ich an. Aber die möchte, oder? Ja, klar, möchte okay, ich. Okay, die möchte. Und warum?Weil ich nicht Corona haben möchte. Okay, richtig. Ich möchte nicht Corona haben und dann ich möchte also einigermaßen normal leben. Okay, danke. Ja. Und nach geimpft haben Sie Nebenwirkungen oder Symptome und Fieber? Nein, gar nichts. Richtig, okay. Okay, vielen Dank. Bitte.Hello, we get it, dear. Good, Selva. Yeah, good. And waren Sie schon geimpft? Yeah. Und Welcher Impfstoff? Wie bitte? Welcher Impfstoff? BioNTech oder Pfizer? BioNTech, zweimal? Yeah. Und hast du Nebenwirkungen oder Symptome, Fieber? Alles gut. Keine Symptome? Ich fühle besser als vorher.
Ja, muss mal. Muss mal, okay. Ja. Und du, ja, du musst arbeiten, Info ja? Info ist wichtig im Moment. Ja, ja, ich arbeite hier als Friseur. Aha, aha, ja. Aha, aha. Und wichtig, wenn jemand geimpft werden. Aha, okay, ja. Ja. Und Pflicht, ja? Genau. Und arbeiten müssen, ja? Ja, klar. Okay. Gott sei Dank, meine, alle Kunden sind schon geimpft. Außer Joko, ja, außer Joko, weil ich. Ja, aber mit Test, ja, mit Menschen Test. Sind noch nicht, aber ja. Irgendwann muss alle. Okay. Ja. Okay, danke schön. Bitte, bitte. Ja, und ich komme ja wieder, ja? Gerne. Okay, danke schön. Sehr gerne. Ja, schönen Tag, ja? Danke, okay. Schönes Wochenende. Ja.今美容師さんに聞いてきたんですけれども、やはり今日からは、まあ、この美容室を利用する際には、まあ、コロナの検査 の、まあ、この陰性証明書または、まあ、ワクチンを打ちましたという証明書の提示が必要になるということです。でもうね、すでにもうこの働いていらっしゃる美容師さんは、まあ、2回のこのワクチン、ビオンテクとファイザー社のワクチンを、まあ、打ったということで安心しているということです。スーパーマーケットなんですけども、通常通り営業されています。お店の前には立て札が立てられているんですけれども、店内ではマスクの着用をするようにということと、お客さんとお客さんの間はソーシャルディスタンスを取るようにというように挙げられています。公共の交通機関、電車やバスを利用する際にはこのようにマスクを着用しないといけない義務付けがされています。違反した場合には罰金のね、刑に、ね、処せられるということになっています。ドルトムント市中心街にある、マークプラッツ市場の広場に来ました。現在お昼の1時になります。で今日は、ね、ちょっと数が少ないんですけれども、市場が開催されています。外で開催されている市場であっても、販売する人また利用するお客さんはマスクの着用が義務付けられています。でこれはね、以前通り、まあ、このドレギーに限らず行われている感染予防対策になっています。飲食店なんですけども、外 の、 テラス席なんですけども、まあ、多くの方を、ね、見かけます。まあ、ちょうど、ね、まあ、お昼時ということもあって、まあ、利用されている方が多いのかもしれないんですけれども、で店内では、まあ、証明書の提示が必要なんですけれども、まあ、屋外では、まあ、必要がないということもあってか、まあ、結構、ね、たくさんのお客さんが、ね、利用されています。前にあるのは教会なんですけれども、まあ、教会の、まあ、集会に参加する前には証明書の提示が必要になります。街の様子なんですけれども、まあ、お店は通常通り営業されていますし、まあ、特にね、変わった様子は見受けられません。大通り沿いなんですけれども、まあ、以前ロックダウンが実施されていた時には、まあ、こういった大通り沿いでは必ずマスクを着用しないといけなかったんですけれども、そういった現在着用義務はありません。で、まあ、もちろんこの商店を利用する際にはこのマスクの着用は義務付けられています。商店の利用なんですけれども、オーネテレミン、オーネテストということで、まあ、予約や、まあ、検査の証明書の必要性がなく利用ができるということです。こちらにあるショッピングモールなんですけれども、まあ、検査やまた予約の必要性はなく利用することができます。今日からドライギーレーゲル、新しい感染症規制が、まあ、適用になっているんですけれども、街の様子なんですけれども、まあ至って、ね、まあ、特に変わった様子は見られません。